さて、実は今日試合前、実に華やかな始球式がありました。日本テレビ野球中継のイメージソング、ラビニューロングタイムを歌う世界の歌姫マライア・キャリーさんによる始球式。キャッチャーはクルンが務めまして、実にセクシーな衣装でこの始球式、ファンから大きな拍手が沸き起こりました。田辺さん、はい、どうぞ。マライアさんがコメントを残しましてね、はい、お願いします。今回の来日の中で最も楽しみにしていたのがこの東京ドームの始球式だった。